純情のアフィリアのユミチーことユミです。はい、今回 YA グラ姫2019のオーディションの方に参加させていただいてます。はい、撮影では赤色の水着と白い水着を着せていただいたんですけど、あの髪の毛とかもふわふわにしてもらって、いつもとは違うユミチーを見せられたんじゃないかなって思っています。あと普段はね、今日も今もしてるんですけどカラコンなんですけど、撮影ではあの裸眼でもうよりピュアなところを見せたので、たくさんの人に見て好きになってもらいたいです。あと純情のアフィリア毎週末ライブやイベントもやっているので、そちらもぜひぜひチェックして会いに来てください。よろしくお願いします。